ウニッチ、今週のテーマは三陸のより良い復興に向けて岩手三陸復興フォーラム開催。岩手三陸復興フォーラムは東日本大震災津波からの復興の状況を伝え、風化を防止するとともに復興について学び合うことで、復興や地域づくりのさらなる推進につなげることを目的として県内外で開催しています。県内でのフォーラムは12月9日に東京都で開催し、県内では今月26、27日に沿岸と内陸で開催します。26日の沿岸報告会では被災地の現状についての見学と報告会を実施します。また盛岡市ではリレートーク被災地の今を語るをテーマに内陸報告会を行い、基調報告として震災時に自らも現地に入り保健活動に従事した大船渡保健福祉環境センターの花咲さんがお話しします。感染症とか食中毒が起きた時にはですね、保健所が第一線となって活動させていただいています。東日本大震災がありましたけれども、その時に保健師が皆さんの生活を支えるために保健活動をさせていただきましたので、緊急的な対応等を含めて活動をご報告したいと思っています。27日の全体会では基調講演に加え、防災と地域コミュニティをテーマにパネルディスカッションを行います。パネリストのお一人には復興まちづくりのコーディネーターとして活動する釜炎隊の二宮さんにご参加いただきます。地域の方たちがご自分たちの力で地域の課題を解決する仕組みづくりのお手伝いするということを第一に考えて活動させていただいています。地域のコミュニティを再び作るのは、その中でどのように安心安全な生活を送っていただくかということだと思っています。防災に向けた考え方とか取り組みを地域の皆さんが作っていく一つのプラットフォームだと思っていますので、そういった思いを会場の皆さんと共有できたら、いいなと思っています。より良い復興に向けて県民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。ぜひ岩手三陸復興フォーラムへ。岩手湾国広報室、次回お楽しみに。